黄色で先輩よろしくお願いします。あった新旧ゴリラ対決ある。まあ負けねえぞ。どっちが本物だ。ゴリラは一匹でいいということを。どっちが本物のゴリラか決めようじゃないか、ね。いいじゃねえかゴリラ対決。テイムテイムさせてもらうぞゴリラ。おいおテイムさせてもらうか。ムキムキゴリラ。お前が私のテイム生物になるんだ。いや、今回ゴリラをテイムさせていただきます。よろしくお願いします。ゴリラがテイムできると思ってんのか。新旧ゴリラ対決行くぜ。負けねえぞ。負けるかも。これ歴史に残るで、こんなの負けなんね。じゃあミコさん、はい、お願いします。スタートさん、はい、ということで、白組対金色の先鋒戦始めます。ポチッ。ほほスタート。うわーうわテイム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 テイいけ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 いやっぱりゴリラ戦は難かったか。やっぱ難かったか。これはちょっとレベルめっちゃ高いゴリラやったかもしれん、カナさん。もしかしたらね。スタート。おーい、いくー。頑張れ、いけー、いけなみ。よしよしよし。大丈夫よ、大丈夫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 
風間が勝つんだからいいじゃん。そうだよそうだよ。そうそうそう、今回は剣なんだから相手に有利だったということだよ。運動会だからね、勝ってもね。得点を発表していこうと思います。すごいことになっていますよ。アンマさん、いろいろ得点の発表ですよ。やったー。得点は、見てるっぽいな。赤組40点。